いや、以上でいいよ。以上。もう一回。以上、勝利でした。バイバイ。そんな嫌？意味がない。これを使う。あ、よし、順行け。はい。もう時間もそんなないから。意味がない。でもなんか全体的に綺麗よな、初心者ラバーみたいな。あ、位置的に競技をいかんでも一番最初にこれ行ったらちょうどいいんじゃないみたいな、うん、で競技行ってくださいねみたいな。じゃあ競技びっくりしますよ、そこに戻ることはありませんよってことじゃん。よし、踏み台にしていってください。そうでもそういうラバーっていっぱいあるやん、やっぱり。でこれからワールドラバーマーケットさんも多分出していくやろうし、そういうラバー、さらに上のこれはだからそういうラバーじゃん。下回転いく、ラリーするやん、ラリー分けやんか結構、うん、だからいやバック使えへん、フォアしか使えへん、うん、そうだからそういう選手に合ってるかもな、こうネチネチしたあんまりトーンでいかずにラリーしっかり、うん、そう、どうする。あ、これこんだけの動画さ俺ら出したらさ、やっぱ俺らだけ悪くなるからさ、外部の人とかそうやん、森さん、いいっすか。一緒に巻き込んでいこう。はい、学生。この前も言ってもらった。そう。48。うん。多分、宣言グッズと一緒なの。これ、すごいですね。
やっぱ腕。はい、腕が浅いですよね。飛ばすのやっぱり普段テンション使ってるから。テンションからの移行じゃないよね。そうですね。いくらこれが、まあ、俺ら点数悪いって言って、まあ、いいって言っても、結局はテンションから移行じゃないやんか。点数の割に精度はいいと思うけど、うん、もうほんまに線形に合わんと、そうやな、うん、打ち方合わしていかなあかんやん。やっぱ教養とかでもさ、ちょい行く人とかもタクみたいにバーン行く人も使えるけど、うん、これはバーン行く人使ったら絶対ないですよ。ああ、なるほどね。もっとできると、もっとやれる、うん、ネチネチの人はもっと多分80点とか多分。まあ、この動画はやっぱりここまでが動画ですから、帰るまでが遠足みたいな感じですよ。あっこだけで判断してほしくないよね。カメラ止めるまでが、うん、な動画やもんな、うん、だからここまでが一本の動画ということ、はい、いやそうか、あかんかったか、俺らはあかんっていうだけか。僕10点です。え急に来るやん。何なん。あかんかった、だって中国製のラバーって感じで、うん、変化しいし、回転弱いし、うん、急になんか意味わからんし、いいとこないです。唯一残った台上だけ。助けて、助けて、助けて。3点です。いやもうあかんって、もうそんな点数変える。でも僕は25点で強力だった。わかりました。ありがとうございました。じゃあどうしよう。まあ、ええか。すごい無理やもんな。すごい、もうあれはどうも。あ、だ大丈夫。俺らにはワッタ君いてるから。声出してもワッタが救ってくれるからさ。え、いやもう一回来るよ。あいつは。もう一回来る、もう一回来る。あいつはそういうやつやから。うん、終わったらお願いします。現場からは以上です。